さあ大魔王戦で無類の強さを見せた先ほどのね森荒野最強チーム対人で勝負です。え、正直強いよあのさ、さっき言った通り一体一体のスペックが高いモンスターが揃ってるわけですよ。必然的にねハイスペックグッドスタッフってやつですよ、カードゲームで言うね。あ、ちなみに今ですね、あのあれですよ、ウェブ研修中の1時間休憩の間に撮ってますそれもちろんあのまま続いてたら俺研修はみてるからねあとウェブ研修中のね、何があったよ、何があったや、今すげえこなってた。うわー、結構ちゃモンスマス同士だと一発一発、いや一発一発の外しも減ったけど、今何、今のちょっと待って、ドラゴンキッズ何があった今おい、ウェブ研修中の休憩取り始めたんだよ、ちゃんと。それは間違いないよ今全部外したのちょ、衝撃的な映像だからやめてほしいんだけど。さあ、モンマス同士になってくるとね、一体一体の火力が大事になってくるんですけど、先ほどの連続ブレス全員外しは一体どういうことなのかと。さあ、とりあえず、ダメージの取り合い。氷に関してはドラゴンキッズがな、きついな。てか、ちょっと連続ブレス当たんなさすぎたな、今のは。まあ、結構食らうな。真ん中の地獄の鎧が結構食らう。さあ、削り合いになってきます、そうすると。で、1回の連続ブレスの外しじゃなかったら、全員でよかった説もなきにしもあらずだよね。ただ、向こうはね、今回、海切りで固めてる関係上、連続ブレスが当たればもうすごいことになる。おしまいっていうレベルですよ。さあ、氷結乱舞はね、これがね、ちょっと厳しい。打点が厳しすぎる。強い、強い、強い、強い。なんだ、アーノルドン、強いぞ。いや、ここでやっぱね、まあ、ここでちょっと取り返したね。さあ、見つめ合う2人。見つめ合ってたね。さあ、カイリは自己フラッシュによるね、ミスをさせてはいますけども、絶対、現状ミスしてもって話にはあるか。メタルハンターぐらいしか意味ないもんね。さあ、今度はどうだ頼むぜ。はい、連続ブレス。さあ、よし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 。それは強すぎでしょ。強い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 。めっちゃ強いわ。ね、打点はね、こっちがね、だいぶ取りやすくなってるんで、まあ、一戦目は流していきましょう。さあ、互角。ここでね、SP の期限次第全てが決まったと過言ではないですが、まずはこちらは、状態上パーパブ。しかしね、グッドスタッフのいいとこっていうのはね、状態上対戦も完璧ということの嘘でしょ胸が効かねえんだけど、こいつ。お前らメスやな。お前ら全員メスやな。いくらなんでもそれ、ゼシカちょっとさ、ゼシカ多分ね、落ち込むよ、ちょっと。ちょっとゼシカ落ち込むと思うよ。ゼシカって自分の胸に結構ね、なんかね、自信があるってタイプのキャラだからさ、ちょっとあれは逆に落ち込むと思うよ。あそこまで行ったら落ち込むと思うわ。さあ、このまま一気に仕留めてしまいたい。このまま一気にね、決めてしまいましょうよ。まさか、まさかこんなところで意地を見せたりしないでしょう。よし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 。止まってもない。終わらせましょう。一気に行くぜ。はい、ガンって行くぜ。はい、せーの。ナイスショッキー。ちょっと初めのね、ブレスの事故だけは見なかったことにしとくわ。さあ、この調子でね、まあ、ちょっとどうしてもっていうことにあるんですけど、やっぱスペックって大事なんですよ。もちろんこのモンバトにはね、個々のスペックとしてはさ、戦闘の耐性とかさ、攻撃力とかあるじゃないですか。もちろん状態上とかもスペックの一つだと思うんですよ。はい。まあ、そんな中でね、まあ、攻撃とか耐久、その、なんていうかな、技の打ち合いに特化してるっていうのかな。状態上技は、こいつらは何一つできないじゃないですか。森荒野のチームたちは。ただし、殴り合い、一方的な殴り合いにとてもね、強い戦い、強気に出るっていうのがね、このパーティーのいいことですね。だから、絡めてとかが弱いかもしれないね、逆に。逆に絡めてとかで乱される可能性は大いにあるって感じですね。いや、強すぎでしょ。地獄の鎧どうなってんの？さあ、怖いよ、これ、デイン。デイン、ちょっと怖くね？メタルハンターに飛んだら終わりです。メジキはでも、バカだから、バキューンってカーン。600って何よ。メタルハンターいくらなんでもめちゃくちゃだろうが。ちょっと待って。すごいダメージな203ってこっちのデインどないやって。ドラゴンキッズのデインは賢さの低い雷弱点の相手に。そういや向こう取り系チームに賢さ上がってるの。あーきつい。キツキツです。はい、キツキツでございます。ここからキツキツの展開となってきました。もうズボンが入らんぐらいキツキツになってきたわ。ちょっと待って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 、嘘でしょ。え、負けんの
明治キメラ嘘でしょ。ちょっとあのデイ660メタルハンターが、え、こういうね、なんか明確に弱点ついてくるって時には確かに厳しくなるかもしれないけど、個々のスペック、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、明治キメラそんなさ、100発110ってわけで、100発110おわー、ナメプだ、ナメプだわ、そらナメプだわ。ちょっとメタルハンター一人で660はちょっと反則でしょ。返しなそう、返せ、よし。あ、ドラゴンとコンビネーションだ。いや、行くぜ。どっちを応援してんのお前は。ドラゴンライダーかっこよかったからいいや。モンスターマスターの何がいいかって、結構特化したパーティーが作れることだと思うんですよ。例えば今回のパーティーだったら攻撃と防御、普通の攻め合いに特化した、なんていうかな、火力で押し切る。今回のマスターダブルスキャンは全員火力に振ってるんで、その分火力面では大いに有利に立ち回りやすいわけですよね。はい。で、耐久に、なんか、ちょこちょこ動画見したことあるんですけど、めちゃくちゃ硬く耐久で振ることもできる。はい。状態上の特化もできます。はい。モンスターマスターってその特化することに長けているんですけど、その分やっぱり、こういう今からね、やる主人公パーティーみたい、主人公入り耐久っていうか、耐久のこういう状態上かけてくるパーティーに対してはちょっと厳しい面があります。まあ、こういうことよね。モンスターマスターは、特にこういう主人公入りの状態上パーティー、まあ、今回マドロミキョなんですけど、まさかのマドロミキョが相手なんですけど、主人公チームに比べて勇気が溜まりづらいっていう、ちょっとだけ溜まりづらい、ほんの少しっていう補正がありまして、なんで、まあ、僕の理論的には火力で振っちゃう。なんか勇気逃げ切りは状態上に特化しないと厳しいなって。それだったらモンマスは、うおモンマスはやっぱこうやって力どんどん上げてさ、ガンガン会心出してさ、こういうなんかスピード勝負、なんか速攻、モンマスってなんか個人的にね、なんかね、速攻ってイメージある。なんか火力勝負みたいなさ、そういうイメージが個人的には強いってことがあって、なんかこういうのが好きな感じがありますね。はい。さあ、それバーサスね、状態異常っていうのはもちろんそれを阻止する。ね、先に勇気をため切るというのがね、まあ、主軸の考えになってきますんでね。だから状態異常でグダグダになって勇気ためられる前に、こっちは速攻で勝負をつける。まあ、これがモンバトンなんかあるべき姿かもしれないですね。個人的にモンマスは火力振り大好きですよね。今までの僕のモンマスチーム見ていただければほとんどわかるんですけど、大体火力っていうね。でも、やっぱ火力がいい。なんかさ、速攻とか好きなのよ。正直。うわ、めっちゃ効く。個人的に速攻好きっすよ。カードゲームの速攻は結構嫌われるみたいけど、個人的になんか強戦士ブレイズクローとかいうの好きだったからね。いや、これ勝てるぞ。うん、これ勝てるな。ここでラリフォーで、でも、こっから返される可能性は状態上は。あー、きつい。メタルハンターちょっとね、今日は調子悪めですね。ちょっと、ネジ緩める？ネジ緩んでる？ちょっと締めとく？さあ、こっからですよ。まだまだこっから。あー、きつい。おやすみなさーい、ラリフォーマー。きつ。あー、きついね。メタルハンターがなかなか動けない。さあ、次のターンで、できれば、決めたいね。そうじゃないと向こうの勇気はワンチャン溜まる可能性がある。ワンチャン向こうの勇気は溜まる可能性がちょっとありますが、おーっと、メタルハンター起きてるね。まさかの起きたか。メタルハンター起きてるのでかくない？ラリフォーマーからよく起きたね。深い眠りなのに。さあ、こっからですよ。このターンに決めてしまおう。モンマスこそ、火力必攻、いざ行け。火力見せてやれ。こっちの火力で押し通れ。いやー、どうだ？このラリフォー怖いなー。ラリフォー。あー、ドラゴンキッズ寝たか。これはメタルハンター大丈夫か、お前。333出せればいけるか。さあ、モンマス森荒野速攻。速攻チームいけるか。いや、ここでまどろみ切りとかね、結構ね、グダグダを撒き散らしてくるのが主人公のチームの強みよね。ワンチャン向こうの雪。止まらん。おーっとーやる。さあ、状態上巻き散らして。メタルハンター。あー、でも、これはひるんでないね。おー、勇気溜まってない。これは勝ったんじゃない？さあ、一撃必殺、コート041。あ、せーの、入場。あー、こう耐えてる。さあ、
こうなった以上はね、もう、残り5を削るだけ。門松速攻の火力の高さに震えて眠れ。いざ予感。電撃一閃。ライトリングソード決まったわ、強いわ。こんなに強いチームならね、強いチームとやり合わないわけにはいかないと。はい。やっぱね、最強は最強とぶつかり合う宿命にありますからね。これはモンバトの大会当たり前のことなんですけど、まあ、強いチームは強いチームと光り合うと存在といいますか。まあそうじゃない場合ももちろんありますけど、大体の場合はね、そうなんで。大体の場合どうせそうなんで、はい。というわけで行きましょう。DLG のね、Wi-Fi 大流行の最強パーティーにね、いざ並び立て。モンバ速攻。さっきと考えることはもうほぼ一緒です。向こうは勇気を早試してくるんですよ。なんで、その前に決めます。2970ボーダー。さあ、テンションカウンターしてないので連続ブレスがね、いい感じに刺さるんですよ。あ、当たったね、ちゃんと。あ、いや、マジ意外と効かね。マジか。でも、デインでもそんな効かないと思うけど。あ、扇風剣になっていく。向こうの機嫌悪いな。機嫌悪いね、扇風剣は。ワンチャン2ターンで溜め切るっていう、バカみたいなデッキだからね、あれ。冗談みたいなことしてくるからね。お、いいね。ここでキラリカ君狙っていく、賢くね。うわははって。速攻仕掛けてんね、完全に。お、メッツ4通りやるんねんな、あいつ。メッツ？さあ、これまず1ターン目当たる。218ってことは、これはあれだね。2回じゃないね。お、機嫌いいな、向こう。向こうの機嫌良すぎん？ちょっと。ちょっと向こうかわいそうな。これ向こうかわいそうだね。ちょっと、ちょっとかわいそうだね。なんで急になんか変な煽りみたいなの入ってんだ。ちょっと向こうかわいそうなぐらい恵まれてないな。ちょっといくらでもかわいそうだわ。さあ。おぉ情けをかけるな。情けをかけるな、そこで。なぜそこにお前は情けをかけた、今。かわいそうだね、ってから、ね、地獄のお前までか。お前もか。さあ、ここから来ます。テンションカウンター。ワンチャンこのターン溜まってはおかしくはない。カウンターの構え。怖っ。このターン大事。さあ、このターンデインになりましたが、誰に落とすか。魔王の使いに落とすのが一番正しくなるのかな、こうなると。デイン優勝。ああ、はあ、やっちゃった。お前やっちゃったな。それことのやったもん、お前。いやー、モンマス速攻仕掛けたいけど、2900は削れないのか。いやー、きつい。きついきついきつい。ダメージも普通に食らうし、勇気も逃げ切られるし、追いつけないからね、普通に考えたら。さあ、シーン、ハブサキリが、あ、これはどっち？いや、さすがに1回じゃない？これは。おー、もうちょっとかわいそう。かわいそうだね。なんか、怖いんだけど。君怖いわ。大丈夫？情けかけるなっつってんのにもなんでよ、情けかけ。ちょっと、地獄の鎧。情けをかけないで。なんか、かわいそうだからって、お前さ。な、相手を思いやっとんの。思いやるなって、相手をいちいち。相手に有利なように試合を運ばせるな。メタナタ、お前大丈夫やな。魔王使いになろうな。うん。これ返しますか。あー違う、普通に行ったんだ。魔王の使いワンチャンこれ勇気溜まって怖いな。大丈夫かな、ワンチャン勇気溜まんじゃね。あー、これはどっち、外れる。まあでもここで勇気溜まるはないね。これだ、消し止められるんじゃない。あはっ、あぶねえ、あぶねえ。マジで今危なかったぞお前。いやでも2ターン止まらなかった。よかったよかったよかった。マジでよかった。よく2ターン止まらなかったわ。ワンチャン2ターン止まってたからね、あれ。さあ、モンマス速攻仕掛けろ。あとは速攻。あとは速攻で削ります。このターン締められなかったら厳しいですね、ただ。さあ、削れるか908。DPS チェック。ただ、向こうが普通にゴリ押してくる可能性はある。え、誰に当たったのそれ。キラリカ君に当たってんじゃんお前。はあ、コトランちゃん。いや、この向こう、いかに相手のパーティーもグッドスタッフだったか分かる。やばいやばいやばいぞこれ。向こうのパーティーもいかにグッドスタッフ、強いモンスターだけで強いチームで組んだかが分かるような、今その戦いが、今日パーティーは光り合う。あやばいってやばいって。はあ、マジか。このパーティー強いはずだったのになぜだ。どこに間違いがあった。そんなもんだよね。
レジェンドの最強無能の登場です。もうお前はもういちいちバーなってんねんね、編集でよ、これバーって。何がきついかって言ったら、モンスターマスターは3ターンで引かれたまで勇気貯めようとしても、まず無道が悪夢で妨害してくる、で、削り切りを狙おうってなっても4300の HP を削るのはなかなか大変。はい、もう一つありますよね、そのメタルハンターであるということ。パティの1匹がメタルハンターであることです。メタルハンターは確かに強いんですよ。だけど生地切り裂き部分はデイン使えてしまうせいで、メタルハンターがボッコボコにされます、今から。ちょっと待って、しかも切り裂きペルは賢いんで、ほぼほぼ100発110メタルハンタードッカン。終わり終わり。ダメージレースすら負けると。勇気もためるの大変で、モンマスの火力であるダメージレースですら負けてしまうという。ああ悪魔ラリフォーマーさえならければなんとかなるよ。なあ、マジ向こうがデイン使うからでしょ。頑張れ頑張れ頑張れ。もうなんかよくわからんけど、僕もよくわからん、僕はこれ勝てやんと思っとる。ちなみにやってる僕はこれ勝てないと思ってますからね。我慢、なんかやれなんかやれ、もうなんでだよ。そのいや、この発言もさ、弱いパーティーに、普段あんまりさ弱い方のパーティーに向かって言ってることじゃん。強いパーティーじゃん今回。なん強いパーティーは毎回毎回。ちょっと待って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 。メタルハンター、お前先般にやってるぞ。ちょっと待って、メタルハンター強いモンスターなんだよ。無道なのが悪いの、敵が無道なの。あのね、敵が無道であるのが大問題なの。ゴーツケもそうだし、メタルハンターもさ、強いのにさ、雷弱点強いんですよな。まあ、そらそうなるわ、みたいな。雷弱点バイスがアホみたいに高いからだろ。何パーよ、君、メタルハンターが。普通のモンスターが大体何 ?100-80% でしょ。そう、普通のモンスターが 100% 通すわけじゃないから。だから 80% でなんか普通アナウンスみたいな感じよ。そんな中さ、メタルハンターいくつよ君っていう話ですよ。さあ、2399まで頑張って削りました。でも、ここからデイン、デインです。せっかく頑張ってんのにデインが来るねんもんな。ああ、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 ひでえな、こりゃ。こいつはひでえ。おう、こいつはひでえな。ああ、ああ、流れるように負けていくで、これ。このままじゃ流れるように負ける。悪夢来た。待って待って待って、もうすでに悪夢だよ、なんかいろいろと。もうちょっと、もう黒船でちょっと強いからって、お前調子乗って。まあ、仮にここをマジックバリアしますね。じゃあパッパ、これパッパだよ。仮にです、ここマジックバリア耐えたとしましょう。悪夢しか食らわないとしましょう。でって話です。デインは食ったじゃないですか。じゃあマジックバリア防ぎますよ、この一旦。はい、この一旦防ぎます。で無道側の対応はもうね、ただ一つです。で、勇気も、魔力？魔力ですか？魔王で言うと。魔王とモンマスターね、喧騒ない伸びをするわけなんで、そういうわけで、まあ、大体一緒。次のターンに溜まるはずなんですよ。お互い。となると、やっぱり、とどめの刺激が打てない。でも、光の玉使ってたらさっき死んでるわけですよ。はい。じゃあ、マジマリア使おうと思っても、うん、何これ。何これ。もうやだ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 。嫌になってんじゃん。嫌なってんじゃん、もはや。あ、怖い怖い怖い。次のターンどうすんだよ。もうマジでさ、カバーしきれない。メタルハンターをカバーしきることができない。打点も出ない。どうすりゃいいの、このターン。おお、悪夢だけは防げないんで、ね、悪夢だけは防げないでしょ。一体どうすればいいんですかね、このパーティー。強いんだよ、グッドスタッフなの、速攻なの。だから多分答えは一つなんですよ。だからてか全民違う行動選んだし、何 12.5% 引いてんだよ。終わり。いや、わかんない、諦めません。ここからなんかあるかもしれないからね。何かしらのことがあって、デインを切り裂きペロがね、コドランに打つ可能性もだってある。うん、魔力はお互いもうこのターンマックスになるから、判定ですね。判定になった時 HP の多い方が勝つってシステムがあるんですけど。うん、この調子でいったら分かるじゃん、どうなるか。なんだったらこのメラゾーマで死ぬまで見えるぞ。大丈夫か、メラゾーマ大丈夫か、パパスにならへん、大丈夫。来たわ。
神ラジ文具屋降り注ぐ愛の書店。よくも悪くもメタルハンターだったな。